元職場に集合して、さあ行こうって言って、まあ、駅に向かったんだよ。電車に乗るって言って。まあ、肉屋に行くためにな。で、まあ、私は148センチなので、まあ、お分かりだと思うんですけど、まあ、足が短いんですね。だから、まあ、社員の皆さんも、スタ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 行っちゃって、で、女でももう、背高いからさ。なんかまず、肉食獣がいかに美しいかって話をしながら。シャイとスタスタって言っちゃって、ああ、やばい、警備員、お別れ会なのにって思いながら、一生懸命、タッタッタってついてたもん。みんな改札に入っちゃってたもんね。ああ、やばい、警備員も入らないと、と思って、IC カードピッてったら、ピンポーン、残高不足ですって出て、あやばい、置いてくれてしまうって、やばい、やばいって思って、ね、お金をさ、チャージする場所あるでしょ、その前に戻って、やるじゃん。で、ああ、財布さ、財布忘れた、ってなって、人生詰み、終わり、入れもしない、誰にもついていけない、助けを求めようにも誰もいない、終わり、人生、破滅です。マジで仲間絶望して、天井を仰ぎ見た、あ、駅の、こう。その後に電話かかってきて、ね、オンラインもかし、ケンピちゃんどこ、え、迷子って、いや、迷子って、本当申し訳ないですけど、お財布を忘れてしまって、入れないですって、え、ま、ちょっと待ってて、え、よかった、迷子じゃなくて、めちゃくちゃいいやつ、来てくれて、あ、改札で精一杯手を伸ばして、千札貸してくれて。いや、そう、オートチャージとか怖くてしてないんだよね。あと機械音痴でよくわかんなくて。え、オートチャージなのみんな。嘘。意図的に忘れた。確かに、一銭も出さないっていう意思表示。そう、女 M はね、いいやつなの。